カメラマンの横山です。お疲れ様です。今日も、視聴者参加型企画ということで、皆様からいただいたローデータを私が勝手にロー現像しようという企画をやってみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。今回はね、お二人のローデータを現像してみたいと思います。で、一人目が作のやじうまさん、こちらの写真ですね。写真のコメントが、2019年10月、長野県佐久市で夕焼けの中、刈り取り前の稲を八ヶ岳を入れて取りましたと。で、夕焼けに生える稲にしてみたいと思いましたということで、まずはこれをやってみたいと思います。で、もう一名がランチョコさんですね。写真についてのコメントが、三浦半島の荒崎公園で素敵な雲が夕焼け空にサインしましたと。で、右側の、岩側の日が赤くて木が綺麗でしたということで、まあ、この写真をね、ちょっと仕上げてみようかなと思います。では、まず、作のやじうまさんの写真から仕上げてみたいと思います。今回はね、夕方特集ですね。はい。で、まあ、この写真なんですけども、多分ね、一番気になるのが、空の色が薄くなっちゃってるところかなと思いますよね。で、その原因が多分露出がちょっとオーバー気味なのかなっていう感じがしますよね。で、この白飛びしてる部分ありますよね。このデータ、この白飛びがロー現像で復元できるかどうかっていう調べ方をまずね、ちょっとお伝えしたいかなと思います。で、露出補正、こちらを極端にマイナスにしますね。今回マイナス3ぐらいマイナスにしちゃうと結構真っ暗になるんですけども、ここローデータ上で白飛びしちゃってる部分っていうのは階調とか色が復元できてない部分が見えてきます。で、それに対してこっちの方は階調とか色が復元できてるんで暗くなってますよね。で、その境界線にこういうね、なんかしましまが入っちゃう状態っていうのが、白飛びと、白飛びしてない部分の境界線になります。で、こうなってくると露出補正でマイナスしたり、例えばシルキービクスの HDR とかハイライト復元を使っても、この部分ではもうデータ戻ってこないよってことになります。はい。ですので、まあ、今回はね、まあ、できるだけ、空の色をね、活かしたいということで、ちょっと調整してみたいと思います。はい。で、こちらですね、ちょっとマイナス補正で、多分ね、稲のあたり見るともうちょっと薄暗い雰囲気でも、夕方の雰囲気なんでね、薄暗くてもいいのかなと思いますので、稲の部分に着目してちょっと露出補正マイナスにしていくと、まあ、マイナス1ぐらいで、まあ、なんかいい感じの夕暮れ時っぽい稲の感じっていうのが出てきたかなと思います。で、本当はね、この状態で空の色も戻ってきてくれればいいんですけども、ここはちょっとね、白飛びしちゃってるので、まあ、今回はこのまま進めたいと思います。はい。で、ね、気になるのはやっぱ空の多分色っていうか、まあ、明るさだと思うんですよね。なので、段階補正フィルター、部分補正ツールの段階補正フィルターで、ちょっと空の部分だけをね、暗く調整してみたいと思います。で、段階補正フィルターをクリックするとこういう風に線が出てきますので、地平線の部分にこういう境界線を合わせていただいて、明度、明るさですね、これをちょっと暗くして色を濃く出してあげればいいのかなと思います。はい。で、やっぱね、暗くしても白飛びしちゃった部分っていうのは返ってこないんですけども、まあ全体的にはこれぐらいかな。調整前、調整後、少し夕方の薄暗さが出てくるところまででいいのかなと思います。はい。これで、まあ明るさこんな感じかな。で、次にホワイトバランスですね。はい。で、もう少し赤い夕焼けに、仕上げたければ、このホワイトバランスの色温度ありますよね。はい。こちらをスライダーをちょっとオレンジの方向へ調整してあげると、はい、いいのかなと思います。こんな感じですかね。はい。で、ここで一つ気をつけていただきたいのが、もともと撮影時設定では青かった空の高い部分ですね、こちら、
色温度をオレンジの方向へ持っていくと青さが抜けてちょっとグレーっぽい方向へね、近づいてきます。ちょっとグレーっぽくなってますよね、この辺がね。はい、なので、この辺ちょっと色の濁りに気をつけながら、だいたいこれぐらいかなっていうところで決めればいいのかなと思いますね。どれぐらいだろう、9000ケルビンとかそれぐらいかな。はい、でこういうね、オレンジから少しグレーっぽくなってくるグラデーションをちょっと意識しながら、ちょっとオレンジ色の夕日に仕上げてみました。で次にですね、稲の光ってる部分はもう少し強調してあげたいなということで、コントラストありますよね、調子の中にあるコントラスト、こちらをちょっと高く設定すると、もともと明るかった部分はより明るく強調されて、でもともとシャドウの暗かった部分っていうのはより暗く補正されますので、明暗差の大きい補正になります。でそうすることで光ってる部分より強調できたかなと思います。はい、で最後に、ちょっとカラーですね。はい、カラー絵の具のマークですね。でここから彩度をちょっと高めに設定してあげると、なんかより夕日の色っていうのはちょっと印象的に見えるかな、ちょっと記憶色寄りのね、設定になると思うんですけども、まあこんな感じになるかなと思います。はい、調整前調整後を見るとなんかね、じんわりとした、しっとりとした夕方の雰囲気になったかなと思いますね。で八ヶ岳の辺にちょっと雲がかかってるのも若干見えてきて、雰囲気的にはいいかなと思います。で佐久野やじ馬さんのちょっと名誉のためにね、ちょっとご紹介しておくと、実はこのローデータを送っていただく前に手違いで別の佐久野やじ馬さんが現像したデータっていうのも送っていただいてます。でこちらがそれになりますね。でこちらは多分撮影時もう少しアンダーで撮っているので、この辺のハイライトがちゃんと復元できてるのかなと思います。多分シャッタースピードはこっちの方がさっきの写真より早いのかな。はい、こんな感じですね。でちょっともう一回戻ると、この白飛びをちょっと防ぐ方法ね、まず一つ一番手軽なのはちょっとアンダーに撮っておいていただいて、ロー現像時にちょっと明るく補正すると、ここの白飛びのしてる部分にローデータ残って撮影することができると思いますね。はい、でもう一つはハーフ ND フィルターありますよね。上にグラデーションのかかった ND フィルターが、角型フィルターがあると思うんですけども、そういうのを使うと、こういうね、空の部分だけ暗く撮影っていうこともできます。でもう一つは太陽がもっと沈み切った後に撮ると意外とね、明暗差が小さくなってシャッタースピードは落ちるんですけど、なんか意外と空も飛びにくくなるかなと思いますね。はい、まあこの3つぐらいかな、今ピンちょっと思い浮かぶのはね。はい、そんな感じで撮影しておいていただければいいかなと思います。でちょっとここで裏技をねお伝えしたいかなと思うんですけども、こちらシルキーピックスで現像された JPEG データになりますね。ローデータをシルキーピックスで書き出した後の JPEG になりますね。はい、でこちらがどういうパラメーターで現像されたか確認する方法が実はあります。でこのシルキーピックスで現像された JPEG の中にはシルキーピックスのパラメーターが記録されてます。でそれを見るにはこちら歯車のマークの現像設定っていうのがありますね。はい、こちらをクリックするとこの現像設定のウィンドウが出てきます。はい、でこの中に JPEG TIFF を現像対象とするっていうボタンがあるんですけども、これをオフにするとこのように実はどのパラメーターで現像したかっていうのが見ることができます。編集することはできないんですけども見ることができますので、シルキーピックスで書き出した JPEG があって、そのパラメーターがどういう現像で調整で現像したのかなっていうのを忘れちゃった方は、その JPEG をシルキーピックスで開いてこの JPEG TIFF を現像対象とするボタン、こ
これをオフにしていただくと、パラメーターは見えるようになります。ちょっとしたね、これ裏技なんで、覚えておくといいかもしれませんね。はい。それでは、ちょっともう一回ビフォーアフターだけ見ようかな。調整前、調整後。ということで、なんかね、私もだいたい昨の矢島さんと同じような調整の方法かな。ちょっと明るさは違いますけど、好みとしてはだいたいこんな感じかなと思いますね。はい。じゃあ次に、ランチョコさんの写真ですね。はい。こちらの写真、ちょっと調整していきたいと思います。で、今回の写真はどっちかというとさっきの写真とは逆で、ちょっとアンダー目に撮影されている写真ですよね。はい。で、ちょっとね、明るくすると、まあ、手前に磯からね、なんかこう崖があるのかな。はい。この雰囲気をちょっとやっぱ出してあげたいねということで、露出補正。やっぱ少しね、空が明るくなるぐらいまで、ちょっとまず明るくしてあげればいいのかなと思いますね。プラス2.3。まあ、これぐらいでいいのかなと思いますよね。ちょっと明るすぎかな。はい。もうちょい暗くした方が、なんか夕暮れの雰囲気、少し暗めの方が、まあ、個人的には好きなんで、まあ、これぐらいかなと思います。はい。で、多分ね、ホワイトバランスなんですけども、こちら、カメラのホワイトバランスを、これ、オートで撮影されているんですけども、赤く染まった海ですよね。夕方の海って結構キラキラして、赤く輝いてますよね。はい。それを、再現したければ、先ほどの、写真と同じように、ホワイトバランス。こちらですね。はい。で、まずね、見た目に近い状態で、仕上げたければ、このホワイトバランス、ね、のプリセットから、晴れとか、晴れ、あ、こうですね。晴れを選んでいただくと、割とね、その時の肉眼に近い色味で再現できますね。で、この状態で、少し空の上の青い部分が、なんかオレンジなのか緑なのか、どっちつかずな色をしてますよね。なので、少しこの辺に着目しながら、色温度を高く設定していって、ちょっと上の赤い方まで、夕日に染まった感じになるぐらいですね。はい。こんな感じかな。はい。こんな感じで、まず、ホワイトバランスを調整してみました。で、あとはね、ちょっと水平線、若干ね、右が上がってるので、こちらをちょっと補正したいと思います。で、回転デジタルシフトですね。はい。こちらをクリックすると、回転っていうのがありますね。で、このスライダーをこう動かして、グリッドに合わせて水平を直してもいいんですけども、こう水平線がある場合は、この回転ツールが便利なので、ぜひ使ってみてください。はい。この回転ツールをクリックすると、マウスのカーソルが分度器みたいになりますよね。この状態でマウスを水平線に合わせてドラッグします。ね、ドラッグしてポンと離すとそこが水平になるように自動で調整してくれます。あとはね、この回転ツールで微調整すれば結構簡単に直るかなと思います。はい、こんな感じですかね。はい。で、まあ、この辺の崖の雰囲気なんですけども、ちょっと HDR で明るくしてあげると、この辺のね、雰囲気出てくるかなと思います。で、ちょっとこの辺のね、崖の質感っていうんですかね、まあ、この辺は、逆に黒く締めてあげた方がいいのかなと思いますね。はい。で、トーンカーブありますよね。はい。こちらのシャドウのレベル補正。こちらを少し内側に入れてきてあげると、まあ黒く締まってきますよね。これぐらいかな。はい。で、シルエットにしてしまってもいいかなと思います。で、これでビフォーアフターを見ると、これが調整前。まあこれが調整後。まあ若干ね、露出が大幅に違うんで、まあね、見た目の印象だいぶ違うと思いますね。あと、
あのこの写真なんですけども、画面の四隅がちょっと暗く落ちた感じに見えませんかね。はい、これレンズの周辺原光、レンズの端っこへ行くと、露出がちょっと暗くなっちゃうっていう現象が起きてると思います。で、写真によってはこの周辺原光って味になるケースがあると思うんですけども、前回の動画で言った通り、こういう風景写真、ダイナミックな風景写真っていうのは、画面の四隅にこう広がっていく感じのイメージになりますので、画面周辺が暗くなっちゃってると、なんかここで絵が終わっちゃってる雰囲気なんですよね。なので、レンズ周差補正ありますよね。ここを開けていただくと、中にこちら、シェーディングっていうのがあります。はい。まずこのチェックを有効にすると、画面の周辺がちょっと明るくなりますね。これレンズ情報を見て、自動で明るくしてくれるレンズもありますね。はい。で、もう少しちょっと明るくしてあげた方がいいのかなということで、画角、ね。画角を少し高く設定してあげると、はい。こんな感じになりますよね。で、ちょっと現像終わるのが待って、これがね、シェーディング前、シェーディング後。微妙にね、違うのがわかるかと思うんですけども、印象は結構違います。なんかね、シェーディングがあると、やっぱここで絵が終わっちゃってる感っていうんですかね。それが出ちゃうので、こう、太陽からこう放射状に広がってるワイドな構図っていう時には、このシェーディングは取ってあげた方が、比較的いいかなと思います。はい。で、ちょっとね、シャドウの扱い、このお二方の写真で、ちょっと別々の調整をしたんですけども、このランチョコさんの写真ですね、こちらはシャドウをどっちかというと黒く潰して、シルエット気味にしてみました。で、なんでかっていうと、この影ですよね。この形、シルエットの形が面白いので、ここはあんまり階調を出すよりは、このシルエットを少し黒く潰れ気味にしてあげて、その形を生かしてあげた方が絵としては面白いのかなと思います。それに対して、作の矢印馬さんのシャドウ、この稲の部分ですよね。で、こちらはどっちかというともう水平線に分割された中にこうテクスチャーで物の形が入ってますよね。ですので、こういうのはどっちかというとシャドウを潰さないで生かしてあげた方がいいかなと思いますよね。どっちかというとこちら形っていうよりも柄になってますよね。はい。なのでこういう場合はシャドウを少し生かした絵作りで、逆にこういう輪郭の形が面白いものっていうのは、逆に潰しちゃってもいいのかなと思います。はい。こんな感じでね、ちょっと今回夕焼け特集お二方の写真ですね、作の矢印馬さんとランチョコさんの写真を仕上げてみました。いかがだったでしょうか。ね、またね、こういう夕日の写真撮れるようにね、なれば、ちょっと感染症の絡みでね、外に出れないっていうこともありますけども、できるだけね、早く収束してもらって、また撮影に行けるといいかなと思います。はい。それまではね、このチャンネルを見て、過去に撮ったローデータとか現像してみるといいかなと思います。それでは、以上、カメラマンの横山でした。ご視聴ありがとうございました。